はお金の質問ですね。もう大事ですよ ね、 ねお金のこと。その前にあのそうかそうかあれそうねあの山口だよなんかいつの間にか宮島さんがなんかもうあのこれを気に入ってもずっとかぶってもう離れないんで、うん、もうじゃあ、うん、今日はしばらくこれでいきましょうか。安心感お願いします。じゃあ井上さん、はい、じゃあ聞いてください。はい、じゃあ私が今回はじゃあ、はい、ズバリ移住にかかる費用どのぐらい。おそもそも移住にかかる費用ってどっからっていう感じなんですけど、本当ですね、まあ、本当に移住、うん、引っ越しという観点で言うと、うん、あれですよね、うん、まあ、一人で来るかファミリーで来るかにも違いがありますけれども、うん、やっぱりこう住まいにかかるところっていうのは大きいですよね。まあ、そうですよね、うん、住まいに。だからもう引っ越してきて、うんうん、ね、まあ、そのまま何も、うん、家電とか持ってくる方もいるとは思うんですけど、うんうん、大体皆さんこっちで購入されたりね、あ、なるほど、そういう人もいるもんね、あると思いますし、宮島さん自分で持ってきたんですか。そう、私はあのちょっとトラックを借りて自分で運転してパワフルっていうのをやったんですけど、まあ、でもね、引っ越し費用は割と時期によっても違いますね、うん、まあ、確かにそうですね、うん、なんか数万円で来れたっていう人もいれば、うん、30万円ぐらいかかったっていう人もいるし、いろいろなんですけど、うん、はい、ちなみに私は、うん、あの東京の多摩地域に 3LDK 住んでて、うんうん、そこも割と安かったんですけど、うんうん、まあ、10万円ぐらいだったんですけど、うん、こっちに来てからはもうちょっと広い 3LDK になって、うん、で駐車場1台込み で、うん、で町内会費も込みで7万2000円っていうところになったので、すごくそれは満足してますね。月々のコストがね、はい、あのだいぶ違いますから、ね、私も昔は東京に住んでましたけど、うんうんうん、まあ私は今3月に住んでるんで、うんうん、ちょっとね、月々のコストはもう半分以下ですね、その家賃に関しては。ね、家賃はね、けどあとはでも車がね、ちょっと浜松の場合は少し、はい、あの必要な部分が多くなってくると、うん、まあ、車を購入したりっていう方もいらっしゃるんですよね、きっとね。なんか車をどうやって購入したかっていう、うん、あの相談も実はあって、私がどうやって探したかとか、なんかそういうのも宮島さんに結構ね、そのあの上手に探した、はい、車の方もいろいろお話できると思いますね。中古屋さんとかで上手に使うとね、そうですね、いい状態のものを安くっていうのもできますしね、はいはい、割とでもね、じゃあ次は山くんの人に行きます。山くんという名の山くん普通に喋ってる移住後の生活コストは、あ、これ喋っちゃったね、もうさっき一緒に喋っちゃった。まあ、でも家賃の話だったから、うん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 、やっぱ食費とかそういうのはどうかなっていう感じですけど、さゆさんどうですか。食費はね、やっぱこっちは食費、生鮮品は安いと思うんですよ。やっぱ身近にあの、うん、スーパーも普通のね、チェーン系のスーパーもあるけど、うん、やっぱファーマーズとか、その農協が出してる ね、 あの野菜のスーパーとか、うん、まあ、あとは直売所みたいにもちょこちょこ、やっぱ農家さん多いから、農家さんの直売所とかもあるので、うん、安くて新鮮なものが手に入ったり、ね、まあ、お魚もね、安くて美味しい。あ、魚はね、やっぱ安いのもあるけど、うん、なんといっても質が高い、まあ、かだから質が高いものを、え、この値段でっていうのが私はすごく感動しましたね、うんうんうん、そうでしたよね。宮島さん前なんか、なんだっけ、なんかお魚の刺身を柵で買ってすごい安かったって。こんな柵が200円 で、 ですごくその時お金がなかったから2日間それを漬けにしてあの細々と食べたんですけど、でも贅沢です。贅沢ですよ、漬けとかも、ね、けどネギもシャキシャキだし、ね、本当本当そういう意味ではね、まあ、食費は結構あれなのかな。そうですね、うん、あとなんかね、やっぱもらい物、うん、確かに野菜もらい物結構お裾分け文化ありがたい ありますよ、ね、本当にあの逆にね、私もあの自分でちょっと作ったりしてるんで、うん、いっぱいできる宮島さんに。そう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 、梅干しが美味しいんだよね、まあ、そういうなんかお裾分け文化ね、そうなんですよね、まあ、結構あったりもしますし、そうだからなんかそういうのって人とお付き合いすることでお裾分けっていうのもあるから、うんうんうん、やっぱね、こっちに来たらお付き合いを楽しんでっていうことを言いたいですよね。そんな感じで、うんうん、あの自分が楽しんで付き合うといろいろコストも下がっていくものがあるよっていう感じです。確かにそうですね、はい、あとは少し、まあ、車に関する、うんうん、まあ、燃料費みたいなのは、ね、私も今までね、東京に、うんうん、あの前はいたのでその時は買ってこなかったけど、それだとまあ電車代とかだったけど、うんうん、まあ、こちらに来てそういう
ガソリン代とか、そ、ね、まあ、それは月々やっぱりありますし、ね、あとは、あと私田舎暮らししてるんで、ちょっと冬はやっぱりちょっと、うん、ああ燃料費ね、そう浜松は意外とそんなに寒くはないんですけど、ね、少し冷えるので、まあ、ちょっとあのガソリンてか灯油か、多分山の方が、ね、そうそう山の方は ね、 ねあのストーブがあると便利なんで、うん、私も灯油をポリタンクに買うようになったのはこっち来てからですけど、私は東京の時よりは、まあ、ストーブは使う頻度が減ったかな、うん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 、はまあ、夏は暑いんで普通に、そうですね、ただね浜松の日では風が強いとか、そうそうそう、だからそこまで、あの気温ほどは感じないけど、でもやっぱりねエアコンは使う時は使いますよ、うんうんうん、街の方はね結構使いますよね、結構山は風通るので開けとけば涼しい、私はクーラーはちょっと使ってないんですけど、うんうんうん、まあ、結構ちょっと、まあでも今最近暑い日は暑いので、そうそう、あのそれは無理なさらず皆さんね、エアコンももちろん使われて、はい、ただねやっぱりなんだろう、冬あったかいっていうのは最高にいいなっていうのは感じますね、やっぱり渡米とかは、ね、あんまりしない、ね、まあ、風はありますけどね、あとさ、あでもねあれだ、あれなんていうの、うん、旅費というか外出するコストは減ったというか、あ近くで、うん、それこれなんていうの、なんていうのこういう費用って、え外出する費用って今までだとなんていうのかな、例えば海に行くのにお金かかんないじゃん、車でピュッて行くだけだからさ、交通費、まあ、交通費というか、まあ、だから今までの娯楽費というか、娯楽費、うん、電車でとか行ってたやつ、例えば、東京の人だと海に行くのになんか素敵な海に行くのに鎌倉まで行くのにお金かかったりとかっていうのがないじゃないですか、お金かかんない遊び、まあ、確かに遊びにお金かかんない、それ言いたかった、そういうことか、近くで完結する、確かに、確かに、確かに素晴らしい川と海、確かに確かに、あと自然でしょ、そう、公園とかもね、そうそう、だからなんかお金をかけなくてもかなりいい感じで遊べる、そっか、ファミリーとかも特になんかそれ言ってますよね、そうそうそう、確かにあの公園とかただだけど、うん、めちゃくちゃ広くて、もうなんか本当に1日が駐車場とかでまずお金かかんないし、確かに確かに、だから遊ばせる、まあ、子供遊ばせるで、私たちも自分が遊ぶのもそうなんだけど、うんうんうん、それにお金がかかんない、確かに